あの前さ、言ったあの NSC の頃とかに、松本さんが NSC 生に送る言葉みたいなのを言ってくれて、木村さんずてで,で、キムにね、その誰になりたいじゃなくて、誰になりたくないかで生きてくださいみたいな。だから誰になりたいかだとオリジナルになれないけど、誰になりたくないだと嫌なやつにならないから、残ったものが君のいいとこだよみたいなことだと思うんだよ。で言うと、僕はクーマンなんですよ、それが。自分が絶対なりたくない監督。 選手に対して高圧的で、なんかパワハラ的で、えー、自責思考がなくて、かといってサッカーも魅力的じゃないみたいなさ。ってなると、なんか自分と合わない選手とか、なんかそういう感じの選手でもできるだけ向き合って、なんとか分かり合いたいみたいな。なんですけど、それでもうわ、この選手のこの態度きついなみたいなのはあって、で、手ーボでもそれあるってことは、他のチームとか行ったら絶対あるじゃないですか、もっと。僕の経歴とかもそうですし。 だそういうので、まあ、僕じゃなくても苦しんでる監督っていっぱいいるんだろうな、みたいな。<laughs> まあ逆に苦しんでる選手もいっぱいいるんだろうなって思います。話さなくなるところか、人間関係のそこで。あ,そうだ、ね、あと、あれだよねこの、どうしても選手ってさ、こうやっぱり、この選監督と、監督この選手とはよく話すな、この選手とはよく話さないな、みたいなのは見てるから、っていうと、別にその目を気にしてじゃないけど、あの主力の選手ってなんで主力かっていうと、うまあ、上手いとかフィジカル強いはあるけど、 チームとしてのやり方とか、まあ、僕が中心になって作ったチームのプレイモデルを分かってるんですよ。だから、話さなくて分かるみたいな。だから結果、主力の選手とは話さなくて、新加入の選手だったりとか、練習来る頻度が少なかったりしてて、チームに馴染みきれてなかったりとか、あのまだ本来のパフォーマンス発揮できてないみたいな選手の方が、まあ、話すことになるし、話すようにしてますね。 だってもしかしたらトラップかへいの下手なんじゃなくて普通にそういう気遣いとかでなっちゃってる可能性あるか,だからそれによってこう肩の力抜いてプレイできるようになったらチーム全体としても良くなるしやっぱり頑張って話しかけるとかよりも重要なワンゴール決めるだけでチームなじめるとかもあるからさ監督がコミショだったから終わってあそれあるよいや本当あるよサッカー好きだけど人間としてクソっていうやついっぱいいますからね <laughs> 僕もそうですし <laughs> ある意味 アナリスこれも俺が最初失うものないしょ非常の黒から目指すは究極ささげる黒は勝ちハタバタったた誰から決めた当たり前に燃やす